演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらつぶ貝のちゃんじゃくというものを食べたいと思います。でもちゃんじゃくなんのかな、見た目から韓国系のキムチ料理というイメージはあるのですが、これ辛いのかな、どんな感じなんだろう。それではいただきます。辛さはそんなに強烈ではなく、後からピリピリじわじわとはきますが、あーってなるような感じではなかったですね。なんか程よいキムチ鍋のような辛さでした。なんかこれに水、いやお湯を入れて煮込んだら本当にそのままキムチ鍋として食べられるんじゃないかっていうような、まあもちろんそんな辛かったらもうとっくにギブアップしていますが、で、粒貝はコリコリとした食感があってとっても美味しかったです。ただこういうのは一気に食べるものではないですね。コリコリで食感が楽しめるのはいいですけど、だんだんお腹に溜まってきます。ああ、まだ辛さが残っていますが、程よいのですぐに収まるでしょう。というわけで、ご飯とかにも多分、いや、絶対に合うと思います。用意すればよかったかな。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。